お、なんかこういうコース名好きだよ。ちょっと意味わかんないけどね。なんか可愛いね、ハートになってる。右のドア入ったらどうなるんだろう。よろしくお願いします。みんなよろしくね。なんか変な音楽にならなかった。音楽コースか。ここは多分音楽コースっぽいね。このまま右にダッシュしていけばゴールがあるっぽいね。多分そんな感じっしょ。ゴーって書いてるね。え、これさ、こっち行って僕左に行きます。左に行ったらなんかドアあったよね。これがねめっちゃ気になるんですよね。このドアゴールに直結しない？ほらほらほら、なんかほら熱くない？こっちみんな戻ってきてるしね。これでゴールだと思うんですけど、どうなんだろう。いやあるよ。いやマジワンチャンあるよこれ。ほらで、みんな戻ってきてらっしゃいますね。こっちだったのか正解はね。じゃあみんなでゴールしようね。僕ここで待ってますから。これで絶対奪われません。ほっ、ノルウェーいるよ。しかも3連勝もしてる。でもね、前回僕勝ったもんね、ノルウェーさんに。前回の動画見た方は分かると思うんですよ。ノルウェーさんよろしく、よろしくお願いします。ちょっと待って、ノルウェー強欲だな。左に投げてやりましょう。もうノルウェーこっちはね、ただの S プラスと思ってバカにしてるでしょ。でもね、そんなわけにはいかないんだ。 S プラスには S プラスのね、意地っていうものがあるのさね、みんな。あ、ノルウェーノルウェー待ってくれ。ノルウェーさっきごめん、さっき投げてごめん。だからね、待って、これはみんなでゴールできないパターンだね。多分みんなでゴールできるコースだったらノルウェーさんはね待ってくれてると思うんですよ。でもこれマジでみんなでゴールできないもんな。しかもね、ノルウェーさんね、なかなか多分失敗しないと思うんですよ。なんかね、ノルウェー一番ね最後にいても、最後はね結局ゴールするんだよな。ほら、そしてですね、またコメントを返させていただくんですけれども、 DM とかYouTube のコメントでこのコースやってくださいと送ってくれる方、本当にねどうもありがとうございます。で、最近の僕の動画のスタイルとしてはですね、送ってもらったコースはライブでしかちょっとやってないんですよ。だからですね、送ってもらってまだやってないなこいつって思うかもしれないんですけど、だいたいライブでちょっとやりたいと思うんで、まあそこのとこだけねご了承ください。よし、それじゃあ次のコースやっていきますか。今日はマジで勝ちなしだね。1回ぐらい攻めてね勝って動画をね終わりたいところなんですけど、うわ、これ取る、よし来た。よし、このまま渡っていきます。これも無敵でしょこれね。ちょっと待って、邪魔しないで、邪魔しないで、キノピオ邪魔しないで、キノピコか。もうキノピオとね、キノピコ、もうどっちかわけわかんなくなるんだよね。ね、みんなそういう時ない？これどう？これ乗ってった方がいい？どっちも変わんないぐらいか。これ上だね。おー、ショッケ来た。いやー、このまま僕ゴールを目指したいと思います。やった！いや、ここゴールじゃん。やったやったやった。はっ！はっ！ごめん、みんなごめん。開けてやればよかったね、せめて。いや、でも開けたら取られるもんな。ゼルダマルチプレイヤー VS4P。 だいたいゼルダのね、バトル用コース負けることが多いんですよ。なんつったって僕の一番苦手なアイテムだからね、ゼルダ。ゼルダのさ、このアイテム操作マジでいろんなのがありすぎて、さらに多いもんね。だからね、なかなか覚えきれないっていうか、難しいっていうか。じゃあ僕この黄色いきます。僕黄色、待って、めっちゃラグい。今回めっちゃラグいですね。なんかかっこいいね。この待ち時間めっちゃラグいでね、止まってるんですけど、なんかみんなの盾持ってる姿かっこよくなかった。さあ、これは右腕だね。速攻右腕に行きましょう。あ、これ当たってもいいようにさ、リンクすぐ出るんだね。オッケーオッケーオッケー。あ、このコース前にもしたことあるね。よし、これ走っていった方がよくなかったっけ。で、このまま走っていきます。オッケーオッケーオッケー。よし、で、このまま右行くでしょ。これはこのハテナブロックは確かツタが出てくる。よし、オッケー。で、ここで投げる爆弾を、そしてヒップドロップ、これでいけるはず。爆弾早く早く投げて、よし来た、いいね。で、これは指で取るはず。ここら辺、これ一発で当たったらめっちゃうまってなったんだけどね。一発で取らして、ちょっと待って、動画的にさ一発で取った方がいいやん。ちょっと待って、ほっ、これしっかり狙っていきます。よし来た。あー、待って、ゼルダなくしちゃったぜ。待って、大丈夫、リンクなくしたけど。優しい。めっちゃ優しい。みんな左に行きますね。これは僕ね、ゼルダのアイテムめっちゃ苦手なんですけど、いけるよこれ。ワンチャンあるよ、マジでワンチャンあります。いけ、爆発して、やった。待って、ここでリンクが爆弾で、リンクがなくなっちゃった。その間に緑のリンク行きましたね。あ、緑リンクも僕の同じところ、ブロックを壊すところで苦戦してます。
いや今回勝てそうじゃない？これでゴール、この土管入るとゴールみたいな。めっちゃ苦戦してるね。まだあんのか。これどう、これどう、これこんな感じ。弓っぽいね、これ弓っぽい。はっはっ、よし来た。勝ったっしょ。やったね。いや非常に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。え、何あれ、何あの貯水タンクみたいな。え、こんなんあるの。え、めっちゃ可愛いんだけど。え、これ貯水タンクでしょ。なんかあるよね、ああいうの。ちょっと待って、水上がりすぎ、水上がりすぎ、ちょっと待って、貯水しすぎ、ちょっと待って、貯水しすぎ。このまま右に渡っていこうか。え、4プレイヤー VS ファーストフィニッシュ。まあ一番最初の人がゴールできるっていう意味かな、ファーストフィニッシュ。まあそういうことだよね。このバトルコースは初めて見ますね。僕黄色に行きます。黄色ね、今回黄色に行きます。さて今回初めてですけれども、どんなコースでしょう。うわ横画面じゃん。いや来た、これ僕めっちゃ得意ですよ。よし上、ちょっとこれが苦手なんだよな。よしオッケー、マリオ速いって、マジでマリオ速いな。ジャップジャップジャップ、よしオッケー、ま、寝て、寝ちゃ、うわマリオマジで速くない？今回ね僕もいい調子だと思うんですけどね。マリオバカめ引っかかってる。よしこのまま、よしオッケー、抜いた抜いた抜いた、マリオ抜きました。いけるいけるよ。お、来た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 、ここだけ慎重に行こう。これゴールっしょ。やったあ、ごめんね兄ちゃん、先にゴールさせてもらいました。僕だけ行きます。大きくなんないのか。みんな S プラスじゃん。やば、ミンチちゃんいるじゃん。なんかミンチちゃんって誰かわかんないんですけどね。大体のミンチって名前ついてる人はめっちゃ強いんですよね。最近コメントでね、レート下がるのが怖くてですね、ミンクリばっかやってしまいますっていうねコメント、ちょっと DM かわからないんですけどね、ちょっとそういうのがあったんですよ。で僕はねこうやって返しました。僕ねあのミンバとやってる時は基本的にねレートとか全く気にしません。まあなんでかって言いますとね、まあ、レートとかねあの気にしない方がこのみんなでバトルっていうのはねめっちゃ楽しくやれるんですよ。こんな話前もしたよね。でももう一回言いますね。でもねレートがあるからこそね楽しいっていうのも実際のところなんですよ。まあ、そこの境界線がちょっと難しいところであって、でもねレートが下がったからといってね悔しいとかねちょっとムカつくとかならないでいいと思うんですよ。自分がね強くなるために必要だったレートをですね下げたっていうことなんですよ。ちょっと言ってる意味わかるかな。まあ、めっちゃ簡単に言うね、もうめっちゃ簡単に言うわ。もうやってればね、まあ、強くなるんですよ。もうぶっちゃけ、もうぶっちゃけやってれば強くなるってマリオって。あ、なんか終わりかな。あーなるほど、ここでボスが来るのか。オッケー了解しました。よいしょ、やった、わっわっわっ、よし来た。このまま右で、お、嘘でしょ、アイテムいらない。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。